拍手でお迎えください。侍ジャパン大谷翔平選手です。ではおかけください。まずは大谷選手から大会に向けて一言意気込みをいただきたいと思います。大谷選手お願いいたします。はい、素晴らしい選手が集まってくれているので、優勝だけ目指して頑張りたいなと思います。以上でよろしいですか。ありがとうございます。この後質疑応答などもありますのでありがとうございます。それでは質疑応答を行います。まずは代表質問として TBS 石井アナウンサーお願いいたします。 TBS 石井でございます。どうぞよろしくお願いします。自身初の WBC 出場、そしてメジャー移籍以来5年ぶりの日本のファンの皆さんの前でのプレーということになりますが、ご自身の意気込み、そしてどんなプレーを見せたいか率直に教えてください。今も言いましたけど優勝だけ目指して、勝つことだけ考えて、行きたいなと思っているので、前回出れなかったですし、自身としても初めての WBC なので、楽しみにしながら、頑張りたいなと思っています。日本中、そしてたくさんの子どもたちも大谷選手の参戦というのを楽しみにしているわけですけども、2006年の第1回の WBC 日本が優勝したときには大谷選手は11歳、そして第2回の優勝では14歳、そのとき WBC にどんな憧れを持って、そして侍ジャパンはご自身の中でどんな影響を受けてここまでプレーをされていますでしょうか。教えてください。やっぱ印象としては韓国戦のイメージがどうしても強いかなと思いますし、僕も野球を学生でやっていて一番楽しい時期じゃないかなと思うので、どうしてもそのイメージになってしまいますし、日本のトップの選手たちが一つのチームで、他の国のトップ選手たちやってるのを見るだけでワクワクしていたので、今度は自分がその立場になって、いいプレーを見せれるように頑張りたいなと思います。 WBC 出場に関して栗山監督からはどのようなオファーを受けて、噂によりますと大谷選手は電話で承諾をしたという情報も入っておりますけれども、どのようなオファーを受けて大谷選手はどのように決意をされたんでしょうか。直接向こうでも話をさせてもらって、その時はまだシーズン中だったので僕自身まだ、その来年のシーズン前の WBC について考えるという余裕はあまりできなかったんですけど、実際にシーズンが終わっていろいろ考える中で、自分の考えをまとめて連絡させていただいたという感じですかね。栗山監督が侍ジャパン監督就任会見で誰よりも野球を愛して選手を愛して精一杯努めますとおっしゃられました。大谷選手が栗山監督から選手愛を感じたことがあるシーンというのは、どういった時にありましたでしょうか。あんまり感じたことはないですかね冗談ですけども、本当に一人一人の選手と対話する監督だと思うので、あまりその一緒にプレーしたことがない選手も、数日でお互いを知ることができるんじゃないかなと思いますし、そういう雰囲気を持っている監督だと思うので、集まる選手は何の不安もなく、プレーできるんじゃないかなと思います。メジャーでは MVP をはじめ偉業を成し遂げる中、今回の WBC で大谷選手がご自身どういったこと、何を求めて参加する出場する決意をされたのか、ご自身の中で最も大切にしていきたいこと、どんなことになりますでしょうか。何度も言いましたけど勝つことだけ考えて、それ以外は何でもいいかなと思うので、その中の一つの戦力として、必要だと言ってもらったことにすごく、嬉しさを感じていますし、それに応えれるように、また個人的には日本でプレーするのは久々なので、そこも一つ楽しみかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。続きましてテレビ朝日安藤アナウンサーお願いいたします。よろしくお願いします。テレビ朝日安藤です。投手と打者起用法については大谷選手ご自身はどのように考えていらっしゃいますか。こう感じていらっしゃいますか。できることをやりたいなと思っているので、選手っていうのはもう使われる立場ですし、自分でもちろんその他の選手の起用法をタッチできるわけでもないですし、自分にできることを精一杯やりたいなと思っています。
そして今大会は海外のスター選手たちも続々と出場の表明をしています。アメリカのこう本気度というのは感じることはありますか？またチームメイトのトラウト選手と何か WBC について話したことがあれば教えてください。他の国も、ね、アメリカに限らず素晴らしい選手が本当にトップのトップが集まっているなという印象を受けるので、難しい戦いになるのは分かりきっていると思いますけど、精一杯日本の野球で頑張っていきたいなと思っていますし、トラウト選手に関しては、ね、もう誰しもが認めるトッププレーヤーだと思うので、シーズン中から少しずつ話もしてましたけど、個人的にはあんなに、ね、すごい選手たちが集まるとは正直思ってなかったので、一野球選手 の, あのファンとしては本当にすごい選手だなという、見るだけ価値があるんじゃないかなと思うメンバーかなと思います。目標として勝ちたいということをおっしゃっていましたが、その勝ちたいという気持ち、このスター選手たちももちろん出る WBC だからこそというような、なんで WBC で勝ちたいのかという気持ちも教えていただきたいです。さっきも言いましたけど、僕自身が一番野球を楽しい時期にそういうプレーを見せてもらって、そういう試合を見せてもらって、いつか自分がここでプレーできたら面白いだろうなっていう一つの夢として、持っていたので、それはもう話をいただいた時点である程度前向きな気持ちでしたし、前回に関しては怪我で出れなかったっていうところもあるので、なおさら今回しっかり、出場したいなという気持ちになったかなと思います。そんな舞台で世界一をつかむために、こう必要となってくる日本の強みであったり、こう力っていうのはどういったところだと考えますか？投打のバランスで見たときは、やっぱり投手力の方がバランス的には上なのかなという印象なので、今 NPB に在籍している投手を含めて、素晴らしい投手がたくさんいると思うので、短期決戦は特に投手重要ですし、そこら辺の投手力が一つかなとは思います。今栗山監督もうなずいていらっしゃいましたが、大谷選手のお言葉を聞いてどうでしょうか？いや、とにかく選手たちが本当にこう勝ちたがって絶対勝つんだっていうね、そういう思いを持って戦うしかないのでね、そういう思いっていうのは、みんな持ってくれてるはずだと思うんでね、はい、そう思います。最後に大谷選手、多くのファンの皆さんが開幕を楽しみにしていると思います。改めてファンの皆さんにメッセージ、意気込みを教えてください。短期決戦なので数少ない試合ですけど、選手たちも勝つことを考えてますし、ファンの人たちにとっても勝つことが一番、見てて面白いところじゃないかなと思うので、一緒になって戦えたらなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、記者の皆様からのご質問を賜りたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。社名、媒体名とお名前に続いて、栗山監督、大谷選手、どちらへのご質問かをお話しいただきますようお願いいたします。ではそちらの方、はい、お願いいたします。すいません、宮崎県の宮崎日日新聞社の寺原と申します。宮崎県民一番興味あるんですけど、先ほど栗山監督がちょっと競技でということで、宮崎合宿、大谷選手の参加の可能性、思いというのを教えてほしいというのと、宮崎県民にメッセージをくれませんか？さっき栗山監督からも話があったように、その日程的にね、なんていうんですかね、強化試合どのタイミングでメジャーの選手が出れるのかどうかっていうのが少しはっきりしていないところがあるので、合流の日程に関してはそれによって、自分が向こうで実践をしてからこっちに入った方がより実践的にできるのかなと思えばその方向でいきたいと思いますし、それよりもサインプレー含めてチームの、合流を早くした方がいいなと思えば早く来ることももちろんあると思うので、それは臨機応変に対応したいなと思ってます。宮崎に関してはそうですね、フェニックスリーグとかで少しお邪魔したことはあるので、多少行ったことない人よりかは美味しいお店だったりとか知ってるかもしれないんで行ってみたいかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて、じゃあそちらの一番前の男性の方、はい、
読売新聞の田中です。よろしくお願いいたします。大谷選手に質問させてください。向こうで、シーズン中に栗山監督とお話もされたということでしたけれども、最終的に出場を決断するにあたってそういった栗山監督の存在というのは大きかったんでしょうか。あと改めて栗山監督というのは大谷選手にとってどういった存在でしょうか。そうですね、本人を目の前で本当に申し訳ないんですけどもおそらく誰が監督でも出たいなという気持ちは前向きだったと思うので、そこはおそらく変わることはなかったかなとは思いますし、ただ自分のことを知ってくれている監督が指揮を取ってくれるのかそうでないのかということは選手にとって大きいところではあるので、決断するなんていうんですかね、容易さというかしやすさというのは、栗山監督であったからこそっていうのはあるかもしれないかなと思いますし、今回こうやっていろんないい選手が集まってくれているっていうのはそこに要因はあるんじゃないかなと思ってます。では続きまして、じゃあ後方で手を挙げていらっしゃる男性の方お願いできますか。文化放送の斉藤と申します。大谷選手に質問させてください。なぜ背番号16番なんでしょうか。背番号は自分自身であんまり大きなこだわりはないんですけど、前回出れなかったっていうのが一番かなという、それまではずっとそうですね、ジャパンは16番をつけてきたので自分にとって日本代表は16番かなという、印象が強いことが一番かなと思います。じゃあ少しだけ振り返っていただきたいんですけど、その16番を背負ったのはその以前どういう理由だったんでしょうか。いつも何ですかね、先輩優先みたいな野球界あるあるですけどね、そういうところがあるので僕は背番号にこだわりないですし、偉大な先輩方にいい番号をつけていただけたらなという感じですかね、はい、すいません、もう一つだけ栗山監督に17番を背負う方が今後どなたか入る可能性はあるんでしょうか。それも17番だからっていうことではなくて、はい、誰かがつけるんじゃないかなと思いますけど、はい、ありがとうございます。その他ご質問ありの方、じゃあ一番前のそちらの男性の方よろしいでしょうか。お疲れ様です、有感富士片岡でございます。大谷選手に、お聞きしたいんですけど、今回初めて代表チームでもダルビッシュ投手と同じチームになる、このことに関してちょっと一言お伺いできればと思うんですけど。そうですね、個人的にはすごい特別なことじゃないかなと、球団の先輩でもありますし、入れ違いだったのでやる機会はなかったですけど、さっきも言いましたけど、僕が一番野球が楽しかった時期の日本を引っ張ってきた投手の一人なのでずっと見てきましたし、そういう方と一緒にできるっていうのは自分にとって、チームにとっても素晴らしいことじゃないかなと思います。出場を決断されてからダルビッシュ投手と連絡取ったりはしましたか。連絡は取ってますね、はい、多分僕は向こうに行ったタイミングで少し話すんじゃないかなとは思ってますけど、その時の流れによってって感じですかね。わかりました、ありがとうございました。では続きまして、前のに座ってらっしゃる方でお願いできたらお願いします。ストライクゾーンの室井と申します。大谷選手にお伺いします。1次ラウンドで対戦する韓国なんですけども、プレミア12で2度先発されて、メジャーでもチェジマン選手などと対戦があるかと思うんですが、韓国チーム選手についてどんな印象をお持ちでらっしゃるかお聞かせください。素晴らしい選手が多いなという印象が、まずはアジアの中でもそうですし、世界的に見ても、バッターもピッチャーも、どの世代でも素晴らしい選手が多いんじゃないかなとは思うので、まだどういう選手が来るのかなというのが僕の中では分かってはいないですけど、どの世代でもそういうトップ選手が、世界で戦えるトップ選手が出てくる国じゃないかなとは思うので、本当に素晴らしい野球をしているなとは思っています。栗山監督は直接視察でご覧になられましたけれども、どんな戦いになると現時点で想像されますか。
まあ、ここ一番こう本当にギリギリの勝負の時の、底力っていうか、まあ、そういうのを僕らは嫌というほど感じているんでね、まあ、今回一回視察した時もやっぱりそのみんなが言ってる本当力あるので、まあ、怖さしかないっていう感じはありますけど。ありがとうございました。では質問終わりの方、じゃあそちらの眼鏡の通路側の方ですね、そちらの横の方。はい、日刊スポーツの古川といいます。大谷選手に質問です。今日発表された選手の中には村上選手や佐々木選手といった大谷さんがアメリカに渡ってから日本のプロ野球で活躍してスターになった選手たちも選ばれています。で、彼らは大谷さんと一緒に代表でプレーできるということをすごく楽しみにしているというそういう発言も聞こえます。そういう立場で今回戦うことについてどう感じていらっしゃいますか？そうですね、まあ、NPB 見てももう僕の知らないような選手たちがたくさん出ているので、まあ、おそらく代表の選手たちの中にも僕は知らない人たちが出てくるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、まずはそこのコミュニケーションからがまあ第一じゃないかなと思いますし、まあ、僕は確かにダルビッシュさんとやるのも楽しみですけど、それは勉強したいなとかっていう気持ちは二の次で、まあ、本当に勝つことで考えて、やっていきたいなと思ってますし、他の選手たちも、まあ、そういう気持ちを持ってまあプレーするのがベストじゃないかなと思うので、まあ、実際に大会が終わってみてここは勉強になったなということは後に感じることはあると思うんですけど、やってる時に関してはそういうことを抜きにして本当に対等に頑張りたいなと思ってます。コミュニケーションを取る上で何か考えてらっしゃることありますか？何ですかね、まあ、とりあえず話すことじゃないですかね。自己紹介からだと思いますけど年齢も上なのか下なのかちょっとわからないような選手たちももちろんいると思うので、とりあえず最初は全員に敬語から入りたいなと思ってます。ありがとうございます。他にもいらっしゃいましたらいかがでしょうか。じゃあ今手を挙げられましたの男性のちょうど真ん中のあたりに座っていらっしゃる方お願いします。スポーツ日本柳原です。大谷選手に伺います。先ほどから何度も勝ちたいという言葉を何度も繰り返されていると思うんですけども、その、まあ、とりあえず大会に出るんで勝ちたいという気持ちは当然だと思うんですけども、その根底にあるなんか強い思いというか、どういう例えば15年のプレミア12で悔しい負け方をしたからとか17年に出れなかったからとかいろいろ考えられると思うんですけども、一番どういう思いが根底にあるんでしょうか？何ですかね、まあ、野球を始めてから今日まで1位以外を目指したことはないので、そういう意味では負けていいと思ったこともないですし、その中で、まあ、さっき言いましたけど自分の中で目標の一つである大会で勝ちたいと思うのはまあ自然な流れかなというのが率直なところかなと思います。すいません、あともう一つ、現在の調整具合、どのような、強度で行ってどんな練習をしているのかっていうの。調整はまあ例年通り今のところペースはそうですね、去年一昨年と同じような感じでは来ているので、本当に体調がいいことだけが今のところいい報告かなと思うので、このままの流れでいければいい状態で臨めるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。その他ご質問終わりの方いらっしゃいますか？あ、はい、男性の方どうぞ。報知新聞の安藤と申します。小谷選手よろしくお願いします。と今回のこの現在発表されたメンバーの中で、大谷選手よりも年上の方も年下の方もいらっしゃいますけれども、この大谷選手が考えるご自身のこう立ち位置といいますか、どういう形でチームに貢献したいというのを現時点でお考えでしょうか？そうですね、言葉で引っ張っていくようなタイプではもちろんないので、本当にやることだけしっかりやりたいなと思ってますし、もちろんこのレベルでそういうレベルの選手たちが集まってくるので、誰かに言われてやるような選手たちではないと思いますし、自分たちの役割をまず個人個人がしっかりとこなしていくっていうのがまずいいチームになる一つの要因かなと思うので、自分も含めて、そういうやるべきことをしっかり、個人個人がまずは一つやっていくっていうことかなと思います。あともう一つ、この WBC の侍ジャパンの活動の中でこう大谷選手が一番
楽しみにしていることっていうのは現時点どのようなことをお考えでしょうか。楽しみにしていること、楽しみにしていることは特にないですかね。その、まあ、ある意味試合も楽しみにしていますし、まあ、ただその遊ぶ楽しみとは違って、その緊張感も含めた、まあ、なかなか味わうことのできないそういう試合を大事にしているという意味で、まあ、楽しむということはあるかもしれないですけど、まあ、そういうなんていうんですかね、遊びの野球とはまた違う緊張感の中の楽しみ方っていうのが大事かなと思います。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。お時間になりましたので質疑応答は以上とさせていただきます。この後は準備が整いましたらフォトセッションを行います。はい、栗山監督、大谷選手、一度ご講談ください。Thank you.
大谷選手、これで以上となります。大谷選手、時間大丈夫ですか。はい、ね、じゃあ大谷選手ありがとうございました。